はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。11時をちょいと回りました。9月は23日月曜日なんですけども、今日はですね、振り替え休日ですね。昨日が秋分の日と、秋分の日昔からありましたね。僕の子供の頃から確かお休みだったような気します。なんかようわからんかったですけど、子供の頃はふーんとか言って、朝のお茶は昼の長さと夜の長さが一緒なんやとかって言われてですね、それ何の意味があるんやろうとそんなかまへんや、それをいちいちこう休みにするようなことかと思いましたけどね。で今でも思いますね、この日をなんで祝日にしてんやろうって。昔はね、祝日にする名目がなかったんだと思うんですね。だからあの祝日にしはったんと思うんですけど、昔ね、戦前はね、天皇誕生日はもちろんあったしですね、天朝節なんてありました。今の建国記念日ですね。で明治節なんてありましたね。明治天皇の誕生日かななんかそんな感じで、それは全部 GHQ がですね、そのなんていうか神道的なものと天皇的なものは全部ですねやめろって言ったわけですねでだからその時に一気になくなったんでですね、作ったのかなという気はしますけどね。昔は皇后誕生日とあったんですよ。で、あれです、女学は全部休みだったんですよ。なんか不公平ですね。天皇誕生日はですね、女学校もですね、女学校も全部あれですけど、お休みだったんですけど、皇后誕生日はね、女学校は休みで。日本もやったら、今もやったらね、雅子さんの誕生日はですね、女子校は全部お休みみたいなですね。まあええけど。さてですね、今、日本は自民党の総裁選挙をやっておりますね。で、石破小泉ですね、石破小泉高市の三つどもえになってきたという感じがしますけど、どうやらですね、中国はですね、この3人の中では石破が一番好きみたいな感じがしますね。なんか石破が一番対中政策が緩いことを言ってるような感じがしますね。で一番なってほしくないのは高市でしょうねだから多分だから中国は石破推しで、介入してると思います、相当ね、中国系の人がですね自民党員になってるんじゃないかなという気がするんですね。で、党員票で石破をガンガン入れると、まあ、だから石破さんがですね決戦に残るというのはほぼ確実でしょうね。となると残りは小泉と高市で、だから高市は小泉に勝てるかというと、うーんという気がしますね。まあその開けてみな分かりませんけどね、明日あたりですか、民主党はですね、今週金曜日27日が自民党ですね、それが実質的に日本の次期総理大臣を決めるという選挙ですから。で中国ってね、なんか知らんけど人の国の政治にですねこう介入しようとするんですね。ロシアはそこまで熱心ちゃいますね。8年前のですね選挙でトランプを応援した、でトランプ陣営に対してさまざまに仕掛けたというふうに言われています。なんと言いましょうかね。でそこにトランプ陣営がそれを知ってたか、あるいは共同作業を行ったかということがですね、どうでしょう、えらい問題になって、結局トランプ陣営はそれを知らんかったということでなんとか切り抜けましたね。要は他国が介入するということはですねやっぱし嫌ですもんね、というかあってはならないことですね。つまりじゃあトランプはロシアの操り人形なんかということになりましたからね。で日本はでもですね、中国の操り人形みたいな人がですね過去いたんですよ。橋本龍太郎という人がいまして、これは中国人の女性のハニートラップにあってですね、もうほぼ中国の操り人形化してましたけどね。でですね、今の9人の中では林芳正がそうですね、多分何があったんか知りませんけどもですね、今でも親中派のはずです。最近このそれを言われるのをですね嫌がってですね、一切中国に関する話をしなくなりましたね、林芳正さんでも中身が親中派であることは間違いないわけだって、
なんていうか、今ですね、日本ではまだですね、親中派といってもですね、ふーんって通るんですけど、アメリカはですね、もう中国に対してちょっとでもこう甘いこう姿勢を見せようなら袋叩きに遭うみたいな、そんな感じになってます。で、先日そのですね、ニューヨーク州知事のですね、あの元側近が逮捕されたという事件があって、アメリカはそういうこと大嫌いなんですよね。あの自分たちの政治、自分たちの国内の政治にですね、外国勢力が介入してるっていうのは大嫌いなんです。で、今アメリカはもう国を挙げてですね、中国を排除しようとしてます。これはですね、あのいつも言う通り、行き着く先はウォーなんですよ。まあそこに向かってもうまっしぐらみたいな感じになってますね、今アメリカは。中国はそのことについてのですね、危機感がちょっと薄いような気がします。多分アメリカという国はよく分かっていないんちゃうかなという気がするんですね。アメリカも分かっていないし、民主主義国というものの政治のシステムというものをよく分かっていないわけですね。自分たちがね、それをやっていないということが最大のやっぱり認識不足の一番だと思いますね。だから中国人という中華人民共和国のですね、国籍の人はですね、一回もまともな選挙をしたことがないわけですね。投票したことがないわけだって。だから上から下までですね、民主主義の経験ゼロなわけですね。そういう人たちがですね、人の国の選挙に介入してるわけなんですよ。だから非常に分かりやすく介入してるはずなんですね。今回トランプ VS ハリスであればですね、多分ハリス推しなんですよ、中国は。でですね、多分トランプを腐すような情報をいっぱい流してるんじゃないかなという気がするんですけど、今のところですね、摘発はされていませんね。前回のバイデン VS トランプの時もですね、バイデンさん推しで介入したはずなんですけども、まああんまり摘発はされませんでした。まあ一部あったようですけどね。今回も必ずやってます。しかしですね、人の国の選挙あるいは政治に介入してですね、バレた場合のね、不利益といいますか、不都合といいますか、はその介入して得られるものの何倍もあると思うんですね。で、中国はですね、アメリカでずるいことをやりまくったせいでですね、中国自体がアンフェアというですね、こうレッテル貼られてというか、まあ正しいレッテルですけどね。確かにアンフェアな連中でですね、ルールは守らないしですね、余計なこといっぱい仕掛けてくるしということで、もう警戒モードがですね、もうあれですね、超高レベルになってしまいました。で、アホですね。しかしね、人の国の政治に介入してね、自分たちが得られるメリットってそんなに多くないと思うんです、はっきり言って。あと橋本龍太郎の時にそんなに中国得したんですね。あの時まだ日本は中国に援助してましたけどね、わずか1年か2年ぐらいの間でしたけどね。で、後でバレた時のですね、反動の方が大きいような気しますけどね。まあそれでもやってるということであってですね、多分今日本では猛烈に介入してるんちゃいますか。アンケートじゃ世論調査の結果とかよく出てきますけども、石破さんが強いのはやっぱりそういうね、世論調査でもですね、積極的にですね、石破さん推しになってると思うんですよ。ああいう調査って電話がかかってきたりするでしょ。で、僕なんか受けませんけどね。時間もったいないもん。そんなやってる。で、受ける人はですね、熱心な人であってですね、仮にですね、そういう中国系の人に変わってきたら全部受けると思うんですね。全部受けて石破っていうことにポチッと押してるはずなんですよ。なんでですね、ちょっとかさ上げされてるんちゃうかなという気がしますね。だから蓋を開けてみてですね、石破さんは多分決勝に第2期2次ですか、に残るとは思いますけどもですね、議員票は弱いんちゃうかなという気がしますね。あの人だってお仲間つくの下手でしょ。で、付き合い悪そうでしょ。で、何よりも自分が偉いと思ってるでしょ。偉いというか自分が賢いと思ってるんですね。ああいうタイプの人ってね、人を見下すんでですね、こいつ俺のことアホやと思ってるやろみたいなことが相手に伝わってしまうんですね。なんでですね、ちょっと決戦では弱いんかなという気しますけどね。
はい、まあ置いときましょう。で一応この産経新聞のですね、米地方政治の中枢に浸透する中国工作、うにゃうにゃうにゃというページ読んでませんけど一応貼っときますね。しかし中国という国はですね、人の国のあれこれにですね介入したがりすぎ、ほんまにもうやっぱりその、あので大体バレるんですよ、大体なんとなくバレるんですね。あからさまにバレる場合もあるんです、このニューヨークのあれみたいに。でバレた場合のですね、こう反動の方が大きいわけでして、いつになったらその予想に気づくんでしょうね。そんなに得できませんよ、はっきり言って民主主義国っていうものを分かってませんね、連中は。はい、ということでここ一応貼っておきます。皆さんどう思われていますか。